日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 皆さんお元気ですか？日高のり子です。1月も残すところあと1週間となりましたね。私はね、そろそろ花粉を感じていて、くしゃみが止まらないっていう感じになってきてますけど、皆さん大丈夫ですか？私人よりちょっと早くね、毎年毎年花粉を感じてるみたい。もうすでにアレルギーの薬を飲み始めてしまいました。さあ、ということで、リードピア、リーディックシアター、鳥かご。本番がですね、もう10日前っていう感じになりますかね。そして配信も4日前に終了ということになりまして、今鳥かごロスなんて言ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。結末が全て違う4公演ということで、会場と配信でご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。この鳥かごなんですけどね、本当にね、この結末がね、全て違うというところで、何でしょうかね、頭の中に叩き込むのが大変っていう感じで、でもなんか終わってみるとね、ちょっと難しいお話が癖になるっていうか、ああいう形でみんなと言葉を交わしていたのがなんか懐かしいっていうか、本番は13、14だったんですけど、お稽古が11日の日にね、通し稽古があって、で12日には会場入りして、そこでもお稽古して、そして、13日の日も朝ね、8時15分に入ってメイクしたりお稽古したりみたいな感じで、本当に11日から14日までどっぷりと鳥かご漬けだったので、すごく急になんでしょうね、あんなに覚えることがいっぱいあったのに、あんなにやることがたくさんあったのに、なんとなく日常が戻ってきたら、なんかこう所在なさを感じるっていう、なんか今不思議な気持ちにとらわれているところです。この鳥かごブルーレイの発売も決定しましたよ。ただいま予約受付中です。こちらのブルーレイなんですけど、一般発売はないそうなので、受注販売ってことになるんですかね。予約した方だけが買えるっていう形になるみたいなので、興味のある方は逃さないようにしてください。私は年末年始と、まあ、12月はね、ボイサリオンスプーンの盾、こちらはマリーという役で10公演、そして1月はリーディックシアター鳥かご、こちらはキリという役で4公演、1ヶ月半で合計14公演無事にやり遂げました。舞台をやってらっしゃる方はね、皆さんね、1ヶ月公演とかね、やってらっしゃるわけだから、14公演なんて少ないよって思われちゃうかもしれないんですけど、でも私にとってはね、14公演ってすごい量なんです。だって私、桜大戦やってた頃だって5公演とかね、6公演とか、なんかそのくらいだったような気がするんですよ。だからね、よく頑張ったなと思って、その14公演台本が違う、当たり前なんですけど、出し物が違うわけですから、まあなんかね、本当に急になんでしょうね、脳フル回転ってね、脳がビシビシってこう鞭打たれたような感じで、もって働きます働きます、くるくるくるって回り出したみたいな感じでたまにはいいですね、こういう刺激も。ところで、ボイサリオンなんですけども、私が出演した10公演の思い出を振り返る、題してスプーンの盾コンソメムービーを、スマイリング会員限定で2月1日に公開予定ですので、お楽しみに。さあ、そして、踊るさんま御殿ね、昨年末は踊るさんま御殿のね、オンエアもありまして、なんだろうな、ああいう流れになって、なんか力いっぱいさんまさんに不満をぶつけてる感じになっちゃったけど、本当はそこまで恨んでいないのなんて今ここで言っちゃったりとかしてでもね、おかげさまで、踊るヒット賞いただいちゃいまして、何かいいものを送りますっていう風にね、言ってましたよね。届いたんです、実は。踊るヒット賞、踊るヒット賞、何がいただけるのか、まあそれはね、その時その時で何かいいものとか、何かためになるものとか、まあ違うわけですから、品物はね違うんですけど、その都度ただね、感謝状がついてたんです。なんかその感謝状を見た時に、なんかすごく、なんかあなたはいい仕事をしましたみたいなことが書いてあって、すごく嬉しくなってしまって、いや噛み締めましたよ、その感謝状をこう両手で持って何度も何度も読んでしまった。嬉しかったですね。
あとね、そう、何かいいものなんですけど、2ついただいたんですね。で、1つはチョコットミストといって、なんか中に化粧水とかを入れて、いつでもどこでもシューってできるっていう、なんかそういう、あの、潤いがやっぱり必要っていう風にね、スタッフの方が思ってくださったのか、私にとってちょっといいものいただきました。で、もう1つは本だったんですね。で、これがタイトルが折れない心っていう本タイトルなんですけど、いや、素晴らしいタイトルで、あの、この本の作者が中村天風さんという方で、実はね、私、中村天風さんの本一冊持ってたんです。で、なんで持ってたかっていうと、大谷翔平選手が高校時代に、まあ、読んでいた本ということで、そのアスリートの方たちの愛読書になっているみたいで、まあ、つまりその折れない心を中心に描かれているわけなんですけれども、私が持っているのは中村天風さんのその生い立ちと、こういう出来事があって私はこういうことを考えたみたいな形で、まあ、なんて言うんでしょう、そういう風になると天職は声優みたいなって言ったら、ちょっとなんかね、自分の本引き合いに出してね、なんか失礼な感じもあるかもしれないですけども、その生い立ちの中にあのエピソードがあって、そこになんかそのそこで掴んだためになる言葉が書いてあるっていうような本だったんで、とにかく前向きな考えを持って生きなければいけないっていうことがね、私は印象的に一番残ってるんですけれども、この文庫本の折れない心っていうのは、もう天風さんがおっしゃった、こういう時にはこう生きるべきとか、こういう考え方はするべきではないとか、もうそういう風なタイトルがズバッと書いてあって、でそれにまつわるお話が書いてあるっていう感じで、お言葉をね、知るためにはね、まるで辞書のように、その日の自分の気持ちに合わせて心の中に刺さる言葉のところを読んでみるみたいな感じの、そういう本をいただきまして、本当にありがとうございました。あの、さんま御殿のスタッフの皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。そして今週末も実は皆さん、テレビ番組の出演があるんですね。 ATX で R 指定アニメ、これ R 指定アニメトップを狙い生放送スペシャルって、私このタイトルをね聞いた時にね、トップを狙いって R 指定になっちゃったのって思っちゃったんですけども、これはあのアニメをリスペクトしてやまないローランドさんが MC を務める R 指定アニメということで、リスペクトの R とローランドさんの R っていうことだそうですね。はい、トップを狙い生放送スペシャルにゲスト出演させていただくということで、楽しみすぎますねえ。ローランドさんとお会いできるの本当に楽しみ。どんな方なんだろうね。ワクワクは止まりません。絶対写真撮ってくるからね放送局はアニメ専門チャンネル ATX、 放送は1月27日土曜日20時から21時の1時間番組です。 MC は、ローランドさんと天心向井さんね、そしてゲストが私、日高のり子ということになっております。当日はトップを狙いの一挙放送もありますので、合わせてご覧ください。日高さんのおうちでラジオ、日高でラジオ、おうちでラジオ。では皆さんからのメールを紹介します。大阪府の佐藤陽介48歳、おいおいさんから、やる気元気新学期、日高さん、皆さんこんばんみ。昭和40年男を買いました。でっかい日高さんの写真久しぶりに見た気がします。近況報告としては、お笑いライブをたくさん見に行くのが目標なので、推し女性芸人さんアルミカンを見に行きました。すっごい可愛いんですよ。以上です。んがふふって、なんか最後はサザエさんで締めるみたいな。アルミカンさん、そうなんだね。私、そうか、私も最近ね、やっぱり笑う角には福来たるというか、あの、改めてこう、なんて言うんでしょうね、バラエティを見て笑おうっていう気持ちになっている2024年なんですけれども、ここに来て私がですね、あの、昔ほどそのお笑い芸人さんのコンビ名が頭に入ってないっていう事実が発覚してしまいまして、というのも昔は漫才番組が多かったじゃないですか。だからその、どうもーって言って、こう漫才コンビの方たちがそのマイクの前でね、あの、やられるとか、あとコントをやられるとか、グループで出られてるとか、ユニットで出られてるとか、そういうことが多かったのに、最近皆さんお一人で活動されてたりとかするでしょ。でそうなってしまうと、あの、名前を覚えてしまうんですよね。例えば、あの、沢部さんとかね、岩井さんとかね、沢部さんと岩井さんがくっつくとなんだっけっていうのが分からなくなってしまう。で時々ね、それが分かんなくなって、なんだっけって家族に聞いて、ハライチって言って、そうだそうだそうだ、沢部さんと、岩井さんはハライチハライチってこう思わないとね、わかんなくなっちゃうんですよ本当に。
でもね、キャインの天野さん、ウドちゃんは入ってるんですよね。なんでなんだろう、いつからなんだろう。ちょっと弱くなってるなと思って、単語帳持たなきゃって思っちゃうよね。長野県のトゥルーラブさんから、ここ何年もモヤモヤしている嫁への愚痴をこっそり発散させてください。あら、なんだろう。トイレを使った後、トイレットペーパーが終わりそうになっていても、絶対に一巻きだけ残して自分で新しいものに交換しようとしないのはなぜですか。何か理由でもあるのですか。地味にイライラするんですけど、毎回毎回補充するのは私の仕事になってます。自分はどちらかというと、二巻三巻残ったら便座とか拭いて使い切ってしまって、新しいものをセットしておくのが礼儀だって思ってるんですけど、のんこさんどう思いますか。とりあえず誰かに聞いてもらえてすっきりしました。ありがとうございました。どうかこのラジオが嫁の耳には届きませんようにってくる。なんかわかるよね。ちょっとだけ残しちゃうって。私も家のトイレではそれしないんですけども、例えば駅のトイレとか、なんか公共の場のトイレとかに入った時に、なんか自分でこう、トイレットペーパーが、なくなりそうな時に、やっぱりね、少しだけ残しておく。ね、でもそれは一つは私が買えなくていいっていうのも一つあるし、全部なくなっちゃうと次の人が困るだろうなっていうのもあるんだけれども、少し残すというのはね、武士の情けなの。わかるかな。全くないと困っちゃうけども、ちょっとあれば何かの足しになるじゃない、ね、でそれから落ち着いてセッティングすればいいのかなっていう、私はなんかそんな風に思ったりするから、奥さんの気持ちがわからないでもないけれども、毎回毎回ね、やっぱり武士の情けもさ、本当にたまーにあるからさ、ありがたみって思うけど、それがさ、毎回毎回だとなんかちょっとね、私は取り替えんの、いや、あなたがやってっていうメッセージにもね、感じてしまうもんね。気持ちはわかります、気持ちはわかりますけど、いいんじゃない、役割分担で。きっとさ、なんか他のことは全部奥さんがやってくれたりとかしてるんでしょね。だったらトイレットペーパーぐらいっていう気持ちもちょっとあったりするけど、どう、この意見は。大阪府ちゃちゃちゃのちゃ太郎さんから、私の悩みを聞いてください。はい。それは女友達ばかりで男友達が全くいないということです。入社当初は同期入社の男の人の何人かは友達だったのですが、それが1人減り2人減り、代わり女友達が1人増え2人増え、少しすると男友達はいなくなり、女友達ばっかりになりました。のんこさんと同じようにスポーツクラブにも行っているのですが、スポーツクラブでも打ち上げや飲み会でも気がつけば周りの人は女の人ばかり。私自体はお姉的な要素はなく普通の男ですし、女の人が好きで同性の人が好きなわけではないです。友達の女の人たちからは、君にだけは気兼ねなくぶっちゃけで何でも話せるわと言われて光栄なのですが、何が原因で同性の友達ができないのでしょうか。これはね、多分ですけども、気兼ねなくそのぶっちゃけ話ができるという女の人の方からすれば、もう完璧なお友達ですよね。その先の展開はないっていう感じで安心して話してくれてる。でも心のどこかでそのぶっちゃけ話を聞いた時に、私よく思われたいっていう気持ちがちょっとありませんか。だとすると、ものすごく愛想よくしてしまったり、男友達と話している時に、男同士だからって言って何か話されても、うんうんうんって済ますところを、うんうんってこう前のめりになって聞いているみたいなところがありませんか。そんな姿を見た時に、きっと男友達は、あ、この人は男と話すより女の子と話す方が楽しいんだろうなとか、あとは、そういえば彼女いないって言ってたな、チャンスになればいいなっていう優しさとか、なんかそういうこともあるような気がします。そうですね、男友達が増やしたいのかな。だとするならば、席替えをして自分から男子の方に行きましょう。そして話しかけてみましょう。そしてなぜか男友達が減ってきているというぶっちゃけた悩みを言ってみたら、俺が友達になってやるっていう人が現れるかもしれませんよ。試してみてください。滋賀県のロプロスさんから、今年はチェンジという目標を立てました。今日専門学校時代のセンス抜群の先輩に服を買いに連れてってもらいました。
僕としては茶色で全体を整えたかったのですが、さすが先輩のセンスはよく、ズボンをカーキ色、セーターを紺、白い襟を出して帽子を黒、靴は薄茶で揃えてくださいました。今年こそ気合い入れて頑張ります。ちなみに今50代の終わりに差し掛かりますが、月に2回は京都の大学教授のところへ仕事のための勉強に行っています。すごい。っていうことは帽子から靴まで全身コーディネートしてもらったんだね。すごい。やっぱりあれでしょう、人に選んでもらうと、自分だったらその何、全身茶色でね、整えたかったって書いてありますけど、私もね、割と落ち着いた色が好きで、茶色とか大好きなのね。で、茶色とかベージュとかすごく好きなわけね。でもそうするとやっぱりなんか、あの20代のうちのね、息子からするとね、あー好きだよね、くすみ系の色って言われちゃうんですけどでもね、お母さんぐらいの年になると白いもの着た方が顔が明るく見えていいよとか、そういうアドバイスをね、あのもらったりとかするんですけど、そこからね、そう、全身コーディネートしていただいたところから、これから何でしょう、ちょっとずつ自分で足していくときに、その全体くすみ系にならないようにね、戒めてね、くすみ NG っていう感じで揃えていってくださいねいいね、あのチェンジはとてもいいと思います。兵庫県のこと花丸さんから、今回はふつおたということで質問です。のんこさん、やってみたい髪型ってありますか？私は一大決心で一昨年インナーカラーに挑戦して以来、耳周りだけカラーを入れるイヤリングカラーを楽しむようになりました。知らなかった、イヤリングカラー。今年度は娘の受験もあり、なんとなく一旦おとなしくしているのですが、受験が終わったらウルフカットで襟足に少し明るめのカラーを入れたいなと考えてはワクワクしています。のんこさんは、この人の髪型やってみたいな、素敵だなとかありますか、といただきました。そうね、なんかベリーショートとかやってみたいっていう気持ちが少しあるんだけれど、でも絶対に似合わないなと思っていて、もうちょっと先に行ってあまり人と会わなくなったらチャレンジしようかななんて思ってはいる。あと、あのインナーカラーについてなんだけども、あれいいよね。なんか下ろしてる時はすごくなんかこうおとなしい感じで見えるのに、キュッて結ぶと急にね、首筋のラインのところから金髪がピーンって見えてくるみたいな感じでね、ここからは遊ぶわみたいな感じ、気合が入るわっていう感じの、なんかあれってやってる人よりもその人を見てる人の方が気持ちが上がる気がしちゃって。でもイヤリングカラーって耳の周りだけ色変えるっていうのは知らなかった。私もよくね、美容師さんからね、あの日高さん、髪の色抜いてみたいとか、何かあったらいつでも言ってくださいねって言われるんですけど、なかなかねそこまでの勇気がなくてやれない感じなんですけど、でもあの私ね、今あの本当にあの癖がひどくなっちゃってて、強くなっちゃっていて、もうちょっと短い時はね、割とあの全部内巻きにするのが綺麗にいったんですけど、今の長さになるとちょっとね、髪の毛のこう毛先がね、遊びすぎになってしまうのね。で、美容師さんからも、あっちやこっちゃにこう跳ねてしまったら、思い切ってこう濡らしてしまってクシュクシュってして、パーマヘアですの方が楽ちんじゃないんですかっていう風に言われて、今あのクシュクシュっとしてね、2日目みたいな感じなんですけどしばらくはこれでね、パーマヘアの雰囲気を楽しもうかなと思っております。長野県の南風さんから、近況報告ですが、お正月に地震があり、私も外出時や職場での万が一に備えてモバイルバッテリーを新しく買いました。少し前とは容量や厚みが変わり、カバンにすっぽり入るようになりましたし、近年ではモバイルバッテリーでも動かせる電化製品などが増えてきたので、今後を見据えて新たに買いました。また某動画サイトに加入し、日高さんが出演したアニメも見させてもらっています。トップを狙え勉強中ですが、意外や意外、我が家は車好きのため、よろしくメカドックも人気ですよ。今では貴重な車が出てきたり、旧車の勉強にもなりますって。古い作品も見られたりするんだね。よろしくメカドックなんてものすごく懐かしい。私がその声優デビューして2作品目ね、ちょうど3ヶ月とか4ヶ月ぐらいの時にスタートしたアニメじゃないのかな。やっぱりこう備えっていうのはいいですよね、本当に。
日本は地震の多い国だなっていうのを今回の大地震でもすごくね考えさせられましたけど、やっぱりこう万が一の時の備えってなかなかこう用意できないっていうか、私もなんかおそらく前に用意した時が東北のその地震で、備えをしなくちゃいけないと思ってその時に揃えたものがちょうどなんか賞味期限を食べ物だったら迎えちゃうとかねいう感じで入れ替えをして、それが何年前だったかなと思って先日ね調べてみましたけれども、まだ賞味期限内のものがあったりとか、ちょっと水があったりとか、簡易トイレが入っていたりとか、あとはさ暖を取るためのなんだろうアルミのシートみたいなやつが入っていたりとか、あと軍手が入っていたりとか、防災グッズひとまとめになってるものがあったりとかするとね、やっぱりちょっとこういうの買っとこうかなって思いますよね。皆さんももし何も持っていないようであれば一つそういうセットがあるといいかもしれませんね。埼玉県農耕のパパさんから、昭和40年男買いました。隣のトトロ楽しく何度も見てましたが、その中ののんこさんの苦労工夫そして映画のメッセージを改めて知ることができてよかったです。正月に実家に帰った時テレビアンテナを新しくすることにしました。最近は家電量販店で済ますことが多いけど、田舎はやっぱり町の電気屋さんですね。離れて暮らす高齢世帯なのでいろいろと頼りにしていますって。前はねどこの町にもね町の電気屋さんがあったけど今そうなっちゃってるよね。いや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 、トトロね私も本当大好きな作品で、昭和40年男の本誌は私も見させていただいたんですけど、アルバムにしても何にしても私が一番心動かされたのが大滝栄一さんのロングバケーションのジャケットで、好きだったな、なんかすごくおしゃれな感じがして大好きだったなと思って、また聞きたいなってね昭和40年男を見て思いました。そしてこちらは茨城県七夜の願い星さんから、リリックシアター鳥かごお疲れ様でした。最初はエンディングは違うけど大筋の展開はそんなには変わらないだろうと思っていましたが、キャラごとに大幅に展開が違うことにびっくりしました。自分が見たアリストファネス界アデリー界の2公演だけでもキリのベースは同じでもほぼ別人みたいなキャラになっていて、パラレルワールドみたいな感覚。のんこさんがパンフレットに異空間に足を踏み入れたって書かれた、まさにそんな感じでした。ボイサリオンとの振り幅を感じながらのんこさんの引き出しの多さを堪能できる濃い内容でした。そして鳥かごブルーレイ発売決定おめでとうございます。これで全てのエンディングを見られるのでありがたいです。キャスト陣のアフタートークも入ってたらいいななんて思っていますって。ね、私もその4つのエンディングが入ることはもう決まっているので、本編は1つになるのかどうなのかってところはまだちゃんと聞いてないんですけど、アフタートークについてもなんですが、多分ね、アリストファネスも特にアデリーはね、アデリーエンドは本当に辛いエンディングだったと思うんですけど、あとレインエンドと、カナリアエンドがあって、カナリアエンドが、4つの中で一番のハッピーエンドかなっていう雰囲気になっているので、ぜひねブルーレイ楽しみに待って何度でもお楽しみになってください。さあということで今回もたくさんのメールありがとうございました。久しぶりに皆さんのねお悩みとか近況報告が聞けて私自身も楽しかったです。次回更新分のメール募集のテーマは最近がっかりしたことです。いやどっかで聞いたなって皆さん思ってますよね。いや私がね最近がっかりしたことっていうテーマで喋ったさんま御殿で踊るヒット賞をいただいたので、日高さんおめでとう記念ということで同じテーマでやらせていただきたいと思います。メールの投稿はのりこひだか .com のトップページにあるメール投稿フォームのリンクバナーからお送りください。日高さんのおうちでラジオ、日高さんのおうちでラジオ。最後にお知らせです。アニメオーケストラシリーズ和田香織犬夜叉の音楽世界、こちらはですね和田香織さんが作曲された、アニメの、ね曲犬夜叉の曲なんですけれども、それをなんと和田香織さんの指揮によってオーケストラの演奏で聴けるというそういう、コンサートになっております。雪のさつきちゃんのねちょっとなんかこうストーリーを語るようなそういう朗読もあったりとか、あとは私と渡辺久美子ちゃん執行役の渡辺久美子ちゃんがトークゲストでお呼ばれしていたりとかですね、そういうもうどっぷりと犬夜叉の世界に浸っていただこうというコンサートです。こちらの開催日時は2月11日日曜日14時30分開演です。会場は池袋の東京芸術劇場大ホール。音楽監督指揮は作曲家の和田香織さん、
管弦楽はパシフィックフィルハーモニア東京の皆さんです。雪乃さつきちゃんは当日のね MC も務められますので、はい、さつきちゃんとね和田先生とのその会話もですね楽しいんじゃないかなと思います。私もなんかどんな話が飛び出るかなね、かごめちゃん、しっぽくん、それからね桔梗の私ということなんですけれどもね、まあ、当時のアフレコの話とかって言ってももうずいぶん昔のことになりますけれども、でも私にとっても本当に忘れられないキャラクターでありますので、当時の思い出など桔梗の魅力も交えてねたっぷりとお話しさせていただきたいと思っております。チケットは現在発売中です。詳細はパシフィックフィルハーモニア東京の公式サイトでご確認ください。そしてもう一つ、イベントがあります。スピリットオブワンダーブルーレイボックス発売記念トーク&上映会ということで、こちら私がチャイナさんの憂鬱という作品でね参加させていただいた漫画家の鶴田健二さん原作のスピリットオブワンダー、いやブルーレイボックス嬉しいですね。鶴田健二さんの美しい絵の世界をそのままねこうアニメの方に映したというもう本当に綺麗な作品になってますので、ぜひ皆様ね発売をお待ちください。でそれを記念してのトーク&上映会なんですけれども、こちらすごいですよ皆さん、登壇者がまず原作の鶴田健二先生、そして私、そしてなんとドラマ CD チャイナさんの逆襲ね、こちらの方を手掛けられた庵野秀明監督が登壇されるということで、すごいですよね。今までなんかトップを狙いのねいろんな記念日があったけど、庵野さんとここに来てチャイナさんの逆襲というですね、まあ、言ってみればスピンオフ作品といいますか、そちらの方で頑張られた庵野さんとお話ができるっていうことで、めちゃくちゃ楽しみだなと思っております。こちらの開催日時は3月2日土曜日16時開演です。会場はヒューマントラストシネマ渋谷。内容といたしましては、チャイナさんの憂鬱とチャイナさんの杯の上映会、それからトークショーという風になっております。いや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 、どんな話がね飛び出すのか私もちょっとドキドキですけれどもね、ぜひ皆様遊びにいらしてください。チケットはチケットピアにて2月18日まで抽選予約受付中です。そしてブルーレイボックスの発売は3月27日となっております。お楽しみに。そしてそしてこちらも懐かしい、テレビ放送から30周年を記念して赤ずきんちゃちゃブルーレイボックスの発売が決定しました。いやーすごいね。赤ずきんちゃちゃといえばですね、主題歌がスマップの君色思いということで、トヨスピットの方でねやらせていただいたノンフェスのエンディングの曲がこの君色思いだったんですけど、もう本当になんて言うんでしょうね、思い出深い曲ねえ、それが発売ですって嬉しいですね。私はこの赤ずきんちゃちゃに椎名ちゃん役で参加しておりました。でこのブルーレイボックスなんですけれども、ブルーレイが8枚組ですって。本編が74話、なるほど74話だったんだね。あと OVA 3話を収録ということで、はい。そしてスマップの主題歌君色思いが放送当時のバージョンで初収録されます。そうなんですよね。そう、これがもうすごく嬉しい、ありがとうございます。ジャケットは原作者綾原美さんの書き下ろしイラスト、うわー嬉しい。こちらは4月の24日発売です。いやー楽しみー、大好きだったなー赤ずきんちゃちゃー、椎名ちゃんの役も大好きだったね。ぜひ皆様こちらの発売も楽しみにお待ちくださいね。さてこの後更新されます日高のり子オフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする日高さんのおうちでラジオアットスマイリングでは、今年2024年初めてのコンサートと演劇鑑賞についてお話しします。今回もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん寒いですけども風邪をひかないように気をつけてくださいね。お相手は日高のり子でした。それじゃまた次回バイバイ。日高さんのおうちでラジオアット YouTube。